こんにちは。税理専門の税理士川見奈美です。今年の確定申告は一律延長はなしというニュースが出ました。ただし新型コロナウイルスの影響によって提出が難しい人には4月15日までの間でしたら延長することが可能です。その方法について動画で解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営、 Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、ぜひ合わせてチェックの方お願いします。また本も出版してますので、そちらの方も合わせてよろしくお願いします。では早速本編に行ってみましょう。はい、それでは本日の動画、4月15日までの間なら延長可能、確定申告提出期限の延長方法について動画で解説していきます。私本をね出版したんですけど、今回の確定申告ネタということでちょっとピックアップさせていただきました。 Q3031 っていうことでね、電子申告って何についての解説していたり、アウロ申告特別控除の金額の違い、65万円、55万円、10万円の違いで何っていうのを分かりやすく Q&A 形式なので、一つのね質問に対して答えが一つっていう形に簡潔にまとまってますので、ぜひ本の方もねチェックの方よろしくお願いします。それでは本題に入ります。本日の内容です。期限にね提出できない、これはねコロナによって自宅療養をすることになったとか、もしくは家族が感染したので自分も外に出れないとなった場合にね、今年確定申告が提出できない方が出てくるんじゃないかということで、期限に提出ができない場合にどうすればいいか順番に解説していきます。もしね知らなくてそのままだとっていうことでね、期限後申告になってまずいので対策をしましょうということです。そしてその対応方法と用紙の記入方法について具体的に動画で解説をします。そして最後、ここが一番ね重要ポイントになるかと思います。期間延長はしたものの、その期間延長後の流れについて解説しますので、ぜひ動画最後の方までご覧になってください。はい、それではまず確定申告が期限で提出できないというパターンがね出てくるかと思います。今ね全国的にコロナがね感染が広がってきていますので、新型コロナ感染症によって濃厚接触者となったとか、もしくは家族が、もしくは職場や取引先に感染者が出てね、もう業務がストップしているっていうようなことがもう起こり得ると思います。そしてまたね自宅待機で療養している間なんですけど、やはり身動きが取れない、外出ができないという風になりますので、確定申告も提出できない、また納税の、ね、手続きに行けないっていうようなことがこれからね発生してくるのではないかと予想ができます。そしてまずね通常の提出期限について解説します。過去2年のように4月の15日まで全員一律の延長はないという風にねニュースの方で決定がされました。本来の確定申告の提出期限は2月の16日から3月の15日となってます。ですのでコロナの影響がない方は今までと同じように3月15日が締め切りになりますので、必ず申告期限は守るようにしましょう。確定申告の提出と同じように納税関係も同じくね締め切り日がありますので、所得税と消費税の納付お忘れのないようにしてください。そして今回このねコロナの感染症の影響によって、これまでのものがね郵送や直接税務署に持参ができない、もしくはね銀行に所得税消費税の支払いをしに行くことができないというケースが出てくるかと思います。ではもしねこの対策方法を知らずにそのままだとどうなるのか、次のスライドで解説します。もしね知らなくそのまま出せないよということでね、期限後にね提出してしまうということをしてしまうと、期限後提出扱いとなります。その場合は青色申告の取り消しの可能性もあります。またその後ですよね、また 2,3 年後金融機関から借り入れをしようと思った時に提出期限を守れてないってことになりますので、印象がやはり悪くなります。納税期限は厳守がルールです。期限に守れないということは借り入れの返済も期限を守れないんではないかというふうに見られて、借り入れができないというケースもあります。もちろんね今年のことですので、コロナの感染症でできなかったんですよって説明すればね、こう担当者の方ももちろん分かってはくれますが、証拠がないとどうしようもないですし、金融機関もじゃあいいですよとは言えません。ですのでしっかりと証拠を残すというかね、対応をすればこのような扱いにはならないので、知らなくてそのまんまっていうのだけはやめてください。ではね、そのようにねならないために簡単な方法ですので、ぜひこれはねチェックしておきましょう。対応方法と提出書類について解説していきます。今までというかね、今回のニュースが出るまではですけど、新型コロナウイルス感染症の影響なので期限までに申告や納付がすることができない個人事業者の方は、発表前のこれ情報なんですけど、所轄のね税務署長に申請して承認をすれば延期することができますよっていうルールだったんです。何を申請するかというと、この災害による申告納付等の期限延長申請書というものを出してくださいねっていうルールで
でした。それが今回ニュースの発表後、一律で延長するってことはしないよっていうふうに発表されたんですけど、新型コロナウイルスの感染症の影響で期限までに、まあ、申告納付ができない方については簡易な方法で申請すれば OK ということになりました。これは4月の15日までの間延長が可能となります。ですので本来の確定申告期限は3月15日までなので、その間の4月の15日までの間延長をすることができます。じゃあどうやってね、このね、申請をすればいいのか、簡易な方法ってどんな方法ということで、次からねスライドで順番に具体的な方法を見ていきます。はい、記入方法についてです。まずね、書面で提出する場合の記載方法を解説します。本当に簡単です。この申告書右上の余白にこちらですね、新型コロナウイルスにより申告納付期限延長申請というふうに記入してください。これだけです。わざわざね申請書をね出すよりもね簡単になりました。申告書の右上、まあ、余白部分にこの赤い枠で囲っておるワードを書いてください。次に書面で提出の場合の消費税のパターンです。これね、所得税だけ記入はしたものの、消費税の申告書を忘れていたら納付期限が変わってきてしまうので、必ず延長する場合で課税事業者で消費税の申告を提出するっていう方は、先ほど言った所得税と消費税必ず合わせて2つともこのように記入をしてください。これはね、所得税と書き方は一緒です。この余白のところに新型コロナウイルスによる申告納付期限延長申請というふうに記入をしてください。じゃあ次に e-tax で送る場合はどうやって記入すればいいのかについてスライドで見ていきましょう。 e-tax で提出の場合です。更新準備画面のところに特記事項というところがあるんですね。こちらパソコンからの表示を見ると、ここの特記事項というところにね、特記事項に関する入力がありますかっていう欄があります。はいをクリック、ここにね、新型コロナウイルスによる申告納付期限延長申請というふうに入力をしてください。次、スマートフォンでね確定申告を送信する方はこのような画面で見えるかと思います。この特記事項っていうのが同じくありますので、新型コロナウイルスによる申告納付期限の延長申請というように、ここに記入をして必ず送信するようにしてください。これね、漏れていますと延長扱いにはなりませんので、忘れないように、コロナの影響でね延長したいという方は必ず記入をするようにしましょう。はい、それでは期限延長した後に一体どういう流れになるかについて次のスライドで解説します。ここ重要ですのでね、動画最後の方まで見てください。はい、期間延長後の流れです。これね、申告や納付期限について延長をした場合、ここが本当一つの重要ポイントなんですけど、申告書を提出した日が納税期限となります。ですので申告書の延長も4月15日までの間だったら延長ができるっていうのを勘違いして、4月15日まで全員延長 OK なんだっていうわけではありません。その申告書を提出した日が、その日によって申告書が提出で延長がそこで一旦消えます。例えば3月の30日に確定申告を提出した場合は、延長しますっていうふうに一筆書いてもらうその時点で出来上がったので、そこで申告期限が閉まります。4月15日まで OK ではありません。そこ気をつけてくださいね。ですので、例えば3月の30日に申告書を出した場合は、3月30日が納付の期限、要は税金を払う締め切り日となります。ですので申告と納付が可能になった時点で提出をするようにしてください。まだ外に出れないのに、ね、申告書だけ提出してしまって銀行に振り込みができなかったっていう方がね、困ったことになりますので、必ずここは注意ポイントですので理解しておきましょう。申告と納付が可能になった時点で提出をお願いします。そして振り替え納税を使っている方いると思うんですよ。これはね、金融機関から自動的にね税金が引き落としされるっていうものなんですけど、この振り替え納税がじゃあいつになるかっていうのはまたね別途お知らせがあるそうですので、まあ、情報を待つ、もしくはね個別で対応していくのかもしれないので、もう少しまたね情報を待ちましょう。はい、そしてもう一つ注意点です。4月16日以降もコロナの例えば影響があって延長するって場合は、余白に一筆書くっていうのでは延長ができなくなります。その場合は最初にお知らせした延長申請書っていうのを出す必要があります。で、この延長申請書っていうのがどういうものかと言いますと、このような書類になります。災害による申告納付等の期限延長申請書があります。これ URL にダウンロードできるようにしておきますので、ね、必要な方はダウンロードして記載して管轄の税務署に提出を必ずするようにしてください。なのでね、4月16日以降ももし影響があって延長するっていう場合は、延長申請書を必ず出すようにしてください。でね、自分の場合どうかなとかね、不安な点がある方は必ず税務署の方に直接電話で確認した方が安心かと思います。ここね、注意点です。この申告書を提出した日が納付期限になるっていう点と、あとね16日以降も影響がある場合は必ず
申請書を出す、この2点お気をつけください。はい、そして確定申告の動画、確定申告関連の動画というのは過去にねたくさん動画が出ていますので紹介します。これ基礎から解説ということで、入門編知識編と見ていただいて、次ここに実際の用紙の書き方が1枚目2枚目3枚目4枚目というふうにありますので、順番に見ていっていただけると確定申告書が出来上がるようになるべく分かりやすく解説してますので、ぜひそちらの方を見てください。またね、こちら早口で分かりにくいという方にはセミナー形式の動画が実はあります。これ再生リストに一つにまとめてあるので、ぜひチェックしてみてください。こちらセミナー形式なので、ゆっくり説明してますし、要は一緒に書きながら進めているので、その分ね時間待ってたりしているので、もしねこうゆっくりじっくりね話してくれてた方が分かりやすいんだよねっていう方は、このセミナー形式の動画をおすすめします。また白色申告の方もね書き方の方をね去年出しておりますので、白色申告の方の書き方動画はこちらの方を見てください。こちらの動画1年前に作成した動画なので、もしかしたら申告書の様式とね変わっている箇所があるかと思うんですけど、そこまで大きな修正やね問題になるような箇所ではないので、これは去年の用紙なんだなということで見ていただけると助かります。はい、お知らせです。私は税理士 TikToker の経理説で Q&A ということで本を出版してます。フリーランスに必要な情報を一冊にもうギュッとまとめた本になってますので、よろしくお願いします。 Amazon の税金部門でね一番最高は2位までに上がりまして、ずっとランキングに入っていますので、ぜひ会員本が欲しいよという方は税理士川南のベース、どちらも URL から飛べるようにしてありますので、ぜひチェックの方お願いします。はい、また私はオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。オンライン上で質問や相談をすることが OK です。顧問料に比べたら10分の1ぐらいの値段、月額3500円でオンラインサロンに入るとオンライン上に税理士を味方につけることができるので、1つ目のメリットです。2つ目のメリットは定期的にサロンズームを開催しています。こちらね Zoom 上で私に相談できたり、他のメンバーさんと情報交換ができて多業種交流になりますので好評です。そして3つ目のメリットです。平日毎日記事を書いていて、税理士の裏側であったり SNS の集客どうやってるのとか、表では出さないような裏話や、またね新しい税金や経理の情報もオンラインサロンのみだけに投げているものたくさんありますので、ぜひオンラインサロンの方概要欄の URL から飛べますので、ご検討よろしくお願いします。本日の動画の内容は以上になります。チャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。その他 SNS を Instagram が 1.3 万人、 Twitter もやってますし、 TikTok はフォロワーが 5.9 万人になっておりますので、その他 SNS もチェックもお願いします。あと感想やコメントすべて目を通しておりますので、いつも励みになっております。書いてくださっている方いつもありがとうございます。はい、それでは本日の動画も最後まで見ていただいてありがとうございました。確定申告シーズンです。期間延長の情報が出たり、またね事業復活支援金の申請も始まってますし、いろいろな情報出てきますので、皆さんしっかり事業の皆さんねアンテナを張って情報を得るようにしておきましょう。それでは本日の内容は以上になります。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。